はい、こんにちは。2月5日です。昨日のライブもご参加くださってありがとうございました。今日は全部雑談です。まずは告知をさせてください。えー、来週のライブはいつもの私一人のライブなんですけれども、その次の週、日本時間2月19日日曜日は、時間を変更していつもよりちょっと遅い時間、えー、日本時間だと午後2時、私のところ、 アメリカ西海岸時間だと、夜9時に突然ライブを始めさせていただきます。なぜかというとですね、ゲストにトルコ在住のひろえさんをお迎えして、Zoom でご参加いただくからです。コメントやチャットでご参加くださるひろえさんのファンって、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。私もトルコ行ったことがないんですけど、なんかこう興味があることいっぱいある。皆さんもひろえさんに質問を用意してお待ちください。 えー、トルコとの時差がね、結構微妙なんですよね。で、ヒロイさんは普段ライブにはいつもトルコ時間朝5時に参加してくださっています。で、日本の2月19日にゲストとしてご参加くださるときは、現地の朝8時、それでも早いですよね。朝8時に参加してくださいます。で、日本時間では午後2時にスタートします。よろしくお願いします。えー、今日の雑談ですが、どこから行こうかな。まずは、 2023年1月の食費の報告です。合計557ドル44セントでした。人間5人と犬1匹、あとインコ3羽でこれなので、うん、まずまずなんじゃないかなと自分で思います。消因はただただ一つ。日本食を買いに行かなかったもうこれだけです。ちなみに1月は、というか1月も外食はゼロでした。もうすべて自炊です。 他の出費はいつも通り着実にあって、さあどうやって暮らしていくかねって感じ。まあ腕の見せどころですよね。年末に退職して、その後最初の1ヶ月が経ったんですけれども、嫌なことはできるだけしないようにして順調にあっという間に過ぎていきました。子供の送り迎え、あと苦手な家事、YouTube をしたりしていると、毎日があっという間に過ぎていきます。逆に、 一日の半分以上だから12時間以上仕事していた頃ってどうやって回していたのか自分でも首をかしげる感じです。昨日から画伯の月2度のおことのお稽古が始まりました。セカンドチャンネルの方で楽しく記録していく予定です。で、セカンドチャンネルでは和訳やスピー、アメリカのニュースなどは取り上げません。画伯の作品とか もう本当に彼女生まれて初めて自分から習い事したいって言い始めたのでおことのこととかを中心にアップしていきます。よろしくお願いします。えー、年末かな、11月くらいからすごく人気のある YouTuber たちが収入が半減したとかなんか10分の1になったとかって言っていましたよね。私が認識しているのはラファエルさんなんですけれども他にも結構そういう発信した方がい,いたみたいです。 ユーチューブはオワコンっていう人たちも出てきて、えー、なんか自分で言ったら逆効果なのになって思います単純な私はそういうことを言ったラファエルさんが、えー、個人的に終わってるんじゃないのって思ってしまいましたじゃあ私はというとですね普段からそんなにユーチューブの広告収益あるわけではないのでほぼほぼ変わってないです いつも視聴してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。だから、半減したとか、10分の1とかには私はなっていません。えっ、ー、と、次、コミュニティやライブでもお知らせしていますが、2021年終わり頃から2022年の初めにアップした、英語圏のサイキックたちの2022年予知予測の動画はもう削除しました。で、去年の今頃も、 その1年前のサイキックたちの和訳動画ってほぼ全部消しましたが多分生きていく上で困った方ってそんなにいらっしゃらないんじゃないかなと思いますものすごく必要だったらですね多分私のチャンネル名をグーグルしていただくといろんなものが出てきますもうびっくりしたのが <laughs> 全部書き起こしている既得な方もいらっしゃいましたよあと要点は をまとめたブログを運営している方もいらっしゃるし、なんかなぜかニコ動にそのまま転用している人もいるし、探せば出てくると思います。よろしくお願いします。ところで、もう話また変わりますけど、たまに私ホームレスに食べ物を配りに行っているんですね。そのことについてアドバイスくださった方々ありがとうございます。えー、私が差し上げるのはですね、もう食べ物と衣類限定です。中には お金しか受け取らないい人っってやっぱりいます今お店で買ってきた食べ物をそのお店の前にいたホームレスの人にそのまま入って差し出してもいらないって言われるんですよねお金くれれって言われますでもそういう場合には、うん、そのお金は残念だけど多分お酒とかドラッグとかタバコとかに消えてすぐに消えていってしまうので絶対にお金はあげませんで。ちょっと違う状況なんですけど 寸尺詐欺っていうのに会われた方っていらっしゃいませんか私は詐欺られたことはないですけど、遭遇したことがあります。ガソリンステーション、ガソリンスタンドで自分の車にガスを入れている時に、まあまあ普通の綺麗なね、身なりの普通の男の人が話しかけてきたことがあります。で、ガス給油してる人一人一人にこう話しかけて、向こうの方から私のところにも来て、 北カリフォルニアに帰りたいんだけどお金がないと、旅費を助けてほしいって言うんですよねで。もちろんお金はあげませんでした。そうしたら、翌週また同じガソリンスタンドに行ったら、全く同じ人が全く同じことを言ってきました。ですごく意地悪なんですけど、あなた先週もここで全く同じことを私に言いましたよね。まだいるんですかって突っ込んだんです。そしたら、 ギョッとししてて去っていきましたこれ多分寸釈詐欺でしたよね。えー、この間道を渡っている時に通りがかった車からうーあほのちっこい中国人って言われた話しましたよね。この国もいろんな差別があります。一度ディレクターだったかなんだか忘れちゃったこの間辞めた職場のまた一個前の職場なんですけど まあ、とにかく何らかの管理職に応募してきた白人女性がいたんですね。で、全員を立たせて、オープンフォーラムだったので30人ぐらいいたかな、その部屋の後ろに集めて、一つ一つ質問して当てはまる人だけが一歩前に進むっていう、とっても不愉快なアクティビティをしたことがあります。もちろんその人は次の面接に進むことはできませんでした。最初の質問は白人である。 で白人たたちは前に進みましたで確か次が男性である男性たちは前に進みましたちょっと10年ぐらい前のことなので全部は覚えてないんですけどあとは学歴のこととか年齢とか何代前に移民してきたかとか親の職業とか親は離婚してないかとか、まあ、いろんな項目をその人が読み上げてもう進む先がないくらいその部屋の前に進んだ人が出てきたところでおしまいになりました。で 最後まで後ろの方に残っていた人たちの中に私も入っていましたでその職に応募した人はそんなアクティビティは自分にとっては完全に不利でしたからどうしてそんなことをしたのかは謎です当時流行ってたのかなで場は微妙な雰囲気になって面接が盛り上がることもありませんでしたカリフォルニアはちょっと違うかもしれませんが州や地域によっては白人であれば 何らかの仕事につけるっっててうところまままだまだ存在します男性なららななおさらですなのに私が食べ物を配りに行く時ってたまたまなのかもしれないですよでもホームレスの大半はなぜか白人ばっかりです何でなんだろう以前3年くらいこう続けてボランティアをしていたホームレスシェルターにご飯を食べに来る人たちはいろんな種類が混ざっていました。 この人種が多いっていう、飛び抜けたのはなかったです。なんか、寸尺詐欺の話からずれちゃった。えー、ロングビーチはですね、昨日の夜雨が降って、今日は晴れてます。でもなんかまだ頭痛い、どうしましょう。で、またせっせと洗濯物を裏庭に干しています。今、お昼過ぎなんですけど、お昼ご飯作んなきゃいけないのかなもうめんどくさいな。というわけで、取り留めのない雑談でした。皆さん、えっと、今日も、 安全で健康にお過ごしください。Stay safe, stay healthy.